談チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂小林です。榎本です。タンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もですね、仏教用語を勉強させていただこうというコーナーでございまして、この世の中にはですねたくさん言葉がございます。はい、でその中でもですね深く仏教に関わってきた言葉がたくさんあります。それをまあ一つずつご説明させていただこうというコーナーでございます。はい、はい、で本日はタンさんの方でご説明させていただきたいと思います。はい、はい、早速言っていただきまして、さあシャッフルしますよ。はい、お願いします。しっかりしたとこね。そうですね。今日何が出ますかね。はい、準備 OK です。はい、はい、お願いします。はい、これ、はい、はい、本日はこちらです。どっこいしょですね。どっこいしょ。なるほど。どっこいしょってこう、そうですね、あどっこいしょと、どっこいしょ、どっこいしょ、あ、上がる時にね、うん、なるほどね。どっこいしょ、これも仏教用語やったわけですね。実はね、という説もあると。はい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 、ご説明お願いします。そうですね、はい、まず日本いうたら昔からこう山岳信仰、山岳、山、あ、山ですね、うん、山、はい、ってのがありまして、まあ修行の一環としてその山を登った。そうですね、山って言ったらこうね修行の場っていうイメージがありますわ ね、 すね。あとは滝に打たれたり、はいはい、滝に打たれたり、はい、そういう時に唱える言葉があって、はいはい、それが六根少女。六根少女。そうですね、もしあれやったら六根少女を唱えてみてください。あ、六根少女、六根少女、六根少女、どっこいしょという感じでございますね。でございます。ありがとうございます。はい、あ、なるほどと。ありがとうございます。ます六根少女、六根少女、どっこいしょになったわけです。そうですね。結論から言うと、そういう説があった。そう、まあ、いわゆる、まあ、ダジャレ系ですよね。そうですね。なるほどね。はい、その六根少女ってどんな字書くんですか。そうですね、まず六は数字の六。数字六、はい、はい。で、根が根っこの根。根っこの根。で、小が、はい、清い。あ、三字に青いですね。そうですね。あ、清い。はい。はい、で、浄が浄化の浄。あ、浄化の浄ですね。浄化の浄ですね。はい、で、六根少女。そうですね、六つの根っこを清めて洗うみたいな。おー、だからその六つの根っていうのはなんかその意味があるわけですか。はい、六、はい、つの六なんですけど、はい、まず一つ目が目。目、はい、鼻。鼻で、舌。舌、あ、舌ね、はい、で、耳。耳で、あとが、身言うて体ですね。あ、体、身ですね、はい、はい、で、意言うて心。意見の意。 あ、意見で、意じゃなしにね。じゃなくて、あ、意見の意ですね、はい。なるほど、それをまあ言ったら極めると。そう、それが6つの期間を清めると。またなることがありました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご了承ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら6つの期間言うたら、はい、まあ、世間と触れ合うそういう期間で、まあ、はいはい、うん、そうですね、まあ外欲ですよね。あ、外欲ね。私利私欲、外欲、まあ、まあ言うたら俺外欲の塊みたいなもんですからね。なるほど。ありがとうございます。最近上手になりましたね。はいはい、そういう外欲まみれになっちゃって、なるほど、悪い道に行かへんように、はい、清めて洗って正しい道に行くみたいな。そうしたら、まあ、いわゆるこれでどっこいしょっていうのはやっぱりこう極め、そういうことですよね。そういうことであってほしいですけど、ね、そうですね、多分それを考えてしてはる、発してはる人は多分少ないと思うんですけど、もともとはそういう意味があったと。なるほどね、はい、勉強になりました。ありがとうございました。またこれ仏教用語ちゃうかなと思ったやつを送っていただいても ね、 そうですね、またご説明させていただきますので、まあ、メールともどもこれからまたよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。